選手がスポーツマンシップにのっとり正々堂々戦う姿に私たちは心を動かされ続ける一方、格闘技の世界で八百長疑惑は以前から尽きないものでした。今回は八百長を疑われたボクサーたちを紹介していきます。光り輝いているところには必ず影に亀があり、ボクシング界に潜む暗い闇の部分を早速見ていきましょう。日本人初の3階級制覇を成し遂げた亀田興、現在はボクサーを引退し亀田プロモーションという個人事務所の代表としての道を歩んでいる彼ですが、ある試合での八百長疑惑が噂されています。一体どんな内容だったのでしょうか。疑惑の全貌について彼の生い立ちとともに解説していきます。亀田は1986年、大阪府にて後にボクシング界で有名となる亀田三兄弟の長兄として生まれました。そして父四郎の勧めで空手を始め、11歳頃にボクシングの指導を受けたことからボクシング界へ足を踏み入れます。プレイスタイルは打ち合いなどのインファイトを行うことは少なく、粘り強くガードを固めて固く守った上でのカウンターを狙ったり、対戦相手がひるんだらスピーディーな速攻で一気に畳みかけたり、堅守速攻的なスタイルでした。また彼の特色といえば強気な選手像、これは観客を楽しませるため、知名度を上げるため、対戦相手にプレッシャーを与えるために自ら作り出し演じているものであったと言われています。ここまで亀田興という一人のボクサーを作り演じた彼の才能は凄まじいものです。ですがある一つの試合で彼は八百長疑惑の渦中の人物となるのです。2013年11月韓国にて行われたWBA 世界バンタム級タイトルマッチ、相手は元 PABA スーパーフライ級王者で WBA 14位のソン・ジョンを選手。この日の試合はソンの母国である韓国で行われた試合ということもあり、会場は彼に対する歓声で溢れていました。世界14位の格下であったソンに対し、序盤こそいい動きを見せた亀田でした。挑戦者であるソン・ジョンをが持つ前へ前へ出るスタイルと打たれ強さに苦戦、試合中は多くのパンチを浴びてしまっていました。さらに第10ラウンドでは相手の左フックをかわそうとバランスを崩し、リングに手をついたのをダウンと判定されます。亀田はスリップであると主張しますが、非常に不利な状態に追いやられてしまいます。しかし彼は気持ちを奮い立たせ、負けじとショートレンジのパンチで反撃、激しい戦いを繰り広げた末に勝敗の決着は判定へと持ち込まれます。結果は亀田が 2-1 の判定勝ち。会場ではソン・ジョンオの判定負けが発表されると、ブーイングやヤジで騒然となったそうです。試合直後ネット上では、こんなひどい八百長は初めて見た、さすがにおかしいでしょこれ、などの批判が爆発し、試合を放送していた TBS には抗議が殺到したそうです。あなたはこの話を聞いて白だと思いますか、それとも黒だと思いますか。そんな亀田興ですが、八百長疑惑は先ほどの試合だけではありません。彼の黒い噂を語るために必要な人物をここで紹介しましょう。その人物は元 WBA 世界ミニマム級暫定王者ファン・ホセ・ランダイナ。1978年、ベネズエラ生まれの彼は1999年12月プロデビュー戦で初回 KO 勝ちを飾ります。その後2000年12月には WBA フェデラテンミニマム級王座を獲得、以後さまざまな王座を勝ち取っていきました。2006年8月2日彼は2階級制覇をかけ WBA 世界ライトフライ級王座決定戦に出場、対戦相手は亀田興。試合の幕は切って落とされました。試合開始前に行われたガッツ石松さんやカシアス内藤さんの予想では亀田の勝利はないとさえ言われていました。試合開始からランダイダの猛パンチを浴び、亀田は生涯初めてダウンに追い込まれ劣勢の状態に陥ります。なんとか立て直そうと5ラウンドには亀田もランダイダにボディを浴びせるなど反撃、ダウンを奪われながらもランダイダの猛攻撃に歯が立ちません。ですが最後に番狂わせが起きたのです。なんと判定の末に亀田の勝利となるんです。試合の判定結果に大炎上。ちなみに放送開始直後から放送していた TBS には判定がおかしいのではないかなどの抗議が寄せられました。しかも試合が八百長疑惑とされているのには裏話があります。実は試合前に亀田が勝ったらベルトは親父に渡したいと発言していたことを受けて、 WBA 側が本来のチャンピオンベルト以外に父四郎に対するベルトを事前に用意し、試合後にそれを贈呈したというのです。勝つかどうかもわからない試合のためになぜベルトが用意されているのでしょう。そしてもう一つの裏話、敗れたランダイダの八百長も関与していたという疑いで、 WBA はランダイダ自身そして判定ジャッジに対して事情聴取を行っていたのです。真相は未だに謎ですが、息子が父親にベルトを渡したシーンはもしかすると偽りの感動ドラマだったかもしれません。続いてはアッサンエンダム。
本名はハッサン・ヌダム・ヌジカム。彼は元 WBO、WBA 世界ミドル級王者という経歴の持ち主。アテネオリンピックに出場し、ミドル級ベスト8の成績を残した彼も、八百長疑惑の渦中の人物です。その証拠もお見せしながら解説していきます。ハッサン・エンダムは2004年12月4日、フランスでプロデビュー戦を行い、3ラウンド TKO 勝ちで初星を飾ります。そして2010年には WBO 世界ミドル級王者、2012年には WBA 世界ミドル級王者の称号を勝ち取るのです。2017年5月有明コロシアムで WBA 世界ミドル級王座決定戦が行われました。相手はミドル級2位の村田亮太。この一戦が世界初挑戦の試合でした。村田にとっても負けられない戦い。火蓋が切って落とされました。4ラウンドを村田はアッサンから右カウンターでダウンを奪います。完全に主導権を握った村田はその後も力強いパンチを見せ、アッサンを終始劣勢に追い込んでいきます。ですが最後の最後にとんでもない展開を見せたのです。判定の結果 2-1 でアッサンの勝利となるのです。勝利を確信してガッツポーズをした村田は驚きの表情を見せていました。無理もありません。なんせ終始追い込んでいたのに判定負け、納得がいきません。ネット上では八百長疑惑と炎上しました。そして八百長の決定的証拠ともいえるある画像が公開されたのです。これは当時の判定を記したジャッジペーパーです。最初は村田の方に点数が付けられていたのですが、あるタイミングからアッサン側に多く点が加算されているのが分かります。しかも一番左のジャッジに関しては点数的には村田の方が高いにもかかわらず、勝者の欄にアッサン・エンダムの名前が書いているという始末。もはやシナリオの決まっていた出来レースの上に書き間違えたから修正したと疑われても仕方がありません。これは間違いなく八百長の可能性が高いでしょう。数ヶ月後、因縁の2人による再戦が行われました。前の戦いの屈辱を果たすためか、村田の一撃には凄まじい威力がこもっているように感じました。正義の鉄拳が炸裂しましたね。結果はもちろん7ラウンド終了時にアッサンが棄権したため村田の勝利です。アッサン・エンダムは八百長の報いを拳で受けることになったのでした。続いてはファン・マルチン・コッチ。彼に関しては文句なしの八百長ボクサーです。なぜそう言われてしまったのか紹介していきましょう。1961年アルゼンチン生まれの彼は1982年4月2日にアルゼンチンでプロデビュー。デビュー以来22戦全勝を記録するという勢いを見せます。そして1987年に WBA 世界ジュニアウェルター級王座を勝ち取ります。ですが彼はある一戦で自らの栄光を守るために悪魔に魂を売ってしまったのです。1993年12月17日 WBA 世界シルバーライト級タイトルマッチで行われたファン・マルチン・コッチ対エデル・ゴンサレスの一戦。コッチにとっては5度目の防衛戦。しかも試合会場はホームであるアルゼンチン。絶対に負けられない戦いです。そして信じられない事態が起こったのです。ゴンザレスの猛攻撃に倒れそうになるコッチをあろうことかレフリーが体を支えています。やったぜ、倒してやったぜとゴンザレスは喜びを見せますが、振り返ると試合は続行。驚いているようにも見えます。後にジャッジもタイムキーパーも全てがコッチを優遇するような判定などを行っていたことが発覚するのです。フラフラになった2ラウンドを終えてからはコッチビーキにする審判が露骨な判定を出すなどを繰り出していきます。これにはさすがの WBA もすぐさま再戦を指示しました。結果は初戦と違い終始コッチがゴンザレスを圧倒し、3ラウンド TKO 勝ちで勝利を収めたのでした。ちなみに初戦を担当したレフリーは WBA の世界戦から永久に追放されることとなりました。最後に最近話題になった八百長試合について紹介しましょう。柴田対久保優。そうです、去年の大晦日のライジンでの試合です。今回八百長のやり取りの一部分を抑えた音声を公開します。柴田といえば過激な動画投稿を行う炎上系 YouTuber、 モノモース系 YouTuber の先駆けとして知られています。そして彼はプロレスラーとしても活躍しています。一方で久保優太は初代 K-1 ワールドグランプリウェルター級王者など様々な経歴を持つ元キックボクサーです。そもそも今回の組み合わせは非公式戦として企画された試合でした。試合に向けて着々と2人は準備を進めていたことでしょう。ですが久保は柴田からの悪魔の誘いに乗ってしまうのです。それではその悪魔の誘いの音声をお聞きください。私が、はい、負けていいんで、はい、なんか2ラウンドの、はい、例えば1分とか2分のところで、はい、なんか合図を決めて、はい、で要はそのハイキックだったらハイキックで倒すみたいなのを決めて、はい、っていういわゆるその
台本的なやつを作って、はい、でもお互いに致命傷は与えずっていう約束のもと、はい、試合を作るっていうのは、はい、可能か不可能かっていうちょっと打診なんですけども、忘れた、いかがでしょうか。これは完全にアウトですね。台本と言ってしまってます。今回時間の関係で取り上げられませんでしたが、この音声の中には合図を決めて雷神の関係者も知ってるといった話をしていました。久保は悪魔の誘いに応じず試合に臨んでしまうのです。自分が勝つはず、そう信じて、そしてデキレースの試合が幕を開けました。本来なら久保の勝利が決まっているはずですが、ある時ついに悪魔が久保を食いに来ました。1ラウンドでのこと。ここで柴田から一撃が飛んできます。なんと柴田の右フックを受けて久保はダウンを食らうのです。アーテル久保クリンチを仕掛けに行きますが、柴田の飛びつき腕ひしぎ十字固めが炸裂して敗北を喫するのです。久保は悪魔の誘いを聞き入れたのですが、結果的に負けてしまいます。これには話が違うと久保も激怒。やり取りした音声を告発系 YouTuber であるコレコレさんにリークするのです。こうして始まった八百長騒動ですが、本気の拳を交えた試合を通して感動させるはずなのに、多くの人を八百長という卑怯なことをしてがっかりさせるのは、格闘家以前に人間としてやってはいけないことです。ちなみに柴田は批判を避けるためか、このように釈明しています。今回の試合をもちまして格闘技も引退しようと思います。一人のボクシングファンとして二人に対しきちんとした調査が入ることを願うばかりです。今回ご紹介した6人はどの方も人気があり、輝かしい経歴を残した素晴らしいボクサーです。ですがファンやボクシングに夢見る子供たちのためにも、正々堂々と潔い戦いをしてほしいですね。そしてインチキして勝利した事実がバレてしまえば、信用を失い先は閉ざされてしまうでしょう。共感してくれる方はぜひいいねボタンで教えてください。それでは次のリングでお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。